2位大分、そして4位アビスパ福岡とのゲーム、今日は1万2000人を超えるサポーターがこの大分銀行ドームに詰めかけました。この場面です。そうなんですね。ここで自ら入れてボールをこれで越すんですよね、はい、でバックランが見えてないですね、この後方から入った選手を福岡の選手を見つけられてないんですよ、福岡の選手の視野から消えてそして入ってくる、はい、藤本の2試合連続ゴールで前半19分大分トリニータ先制ゴールです。そしてこの場面も惜しかったですね。そうですね、前半の25分です。技術が出たというところですね。なるほど、小手側のね、はい、もう少しだったですね。コーナーキックからの戻ってきたボール、小手側がミドルを狙いました。さあそしてこれは後半に入ります。後半に入って今日先発起用の平尾が勢いを増してきました。こうやって入ってきました、ね、これは惜しくもサイドネット。この時にね、はい、ババが見えてればね。ここで藤本がボールを攻めます。ババが見えてればという、まあ、今小林さんの話がありましたが、ね、はい、ババを見ておいてボールサイド、ニアサイドをつくっていうのも、いいと思いますけどね。なるほど。さあこの辺りから、これはすごかった。ドゥドゥからのボール、途中出場の13番の木戸です。木戸のいいプレーが出ましたね、はい、そして今日は高木がまたよく当てましたね。いろいろこの場面もそうです、ね、ボールをよく守りましたゴールキーパー高木。